皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。本日はシンプルだけど個性派長財布3選をご紹介させていただきます。はい、お願いします。最後3本目にご紹介する長財布はこちら二宮五郎商店のアポロレターウォレットです。これもなかなか変わった形のお財布ですね。はい、そうなんですよ。ここのね、はい、ちょっとスタッツがアクセントにキラッとしてるんですけれども、はい、実はこのお財布開けていただいたその中もキラッとしてるんです。え？キラッとびっくりしますよね。めっちゃ眩しいお財布ですね。想像がつかないですよね。うんうん、今回のテーマがシンプルで個性派の長財布ということで、うん、ちょっと他にはないデザイン性のものを持ってまいりました。こちらがですね、長財布で、かなりスリムな薄さなんですけれども、カードも入りますし、お札も入りますし、小銭もしっかり入れていただけます。めっちゃ優秀ですね。そうなんですよ。今その1枚札があったのでちょっと見比べてみたいと思います。はい、横の幅は結構余裕があるんですけれども、縦の幅はお札ギリギリのサイズ感で、スマートフォンと一緒に持っていただいた時の手の収まり具合がすごくちょうどいいんですよね。うん、はい、なるほど。今ちょっと私物の iPhone でちょっといろいろついてて分厚いですけど、はい、どうですかね。私結構手が小さいんですけど、すごく持ちやすいです。かなりスッキリですね。スッキリしてますよね。結構ね、これが男性の方とかだったらもっと多分手も大きいでしょうし、もっと持ちやすくなりそう。そうなんですよ。なのでコンパクトに長財布を持ちたい方にすごいおすすめなんですけど、中がどうなっているかと言いますと、こんな感じで、ここがですね、一応カードとお札ポケットになるんですけれども、はい、カードポケットの方はカード段4段ついているんですが、まあ革が馴染んでくるので2枚ずつ入れていただくことも可能なんですけれども、はい、大体4枚から6枚ぐらいが推奨枚数ですね。で、横の幅がこんな感じでちょっとだけ余裕があるので、こっちはないんですけど、しっかり開いて1枚札もサクッと入りやすいです。かなり今スムーズに入りましたね。あ、そうですね。柔らかい素材なんですけれども、ここがちょっとですね、ちょっとだけ開くので、はい、ここが閉まっていると少し開き具合に違和感が出ると思うんですけど、ここがしっかりちょっとだけ開くことでちゃんとこの開き具合が変わってきますね。何気にこう気づきにくいけどこだわりのポイントですね。そうなんですよ。やっぱり薄く持っていただきたいからこその配慮が詰まってますね。で、その後ろにファスナーのコインポケットがついてます。おお、ここ内装を見てもいいですか。はい、お決まりの。ああ、やっぱり。すごい、めっちゃゴージャスな気分になりますね。そうですね、お金が貯まっていきそうですね。何気にここまで内装明るいと小銭めっちゃ見やすそうですね。見やすいです。今でもすごい中が反射してます。うん、はい、確かに。いいですね。ちょっとラグジュアリーな気分になりそう。そうなんですよ。もう外側のシンプルな見た目からは想像できない内装なので、個性派の長財布が好きな方には魅力あるお財布かなと思います。はい、ということで最後3本目の長財布が二宮五郎商店さんのアポロレターウォレットです。はい、今回シンプルでかつ個性派の長財布を3本立てでご紹介したんですけれども、最初の動画と2本目の動画もぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。